皆さんこんにちは。ミドフラワーへようこそ。お正月に向けてよく生けられるこの金の竹とか、それから松とか菊、そして定番の千両、こういうものを花瓶に生けてみたいと思います。花瓶というかこの壺のようなものですね。お正月なのでちょっと豪華な赤い壺にしてみました。ただこういう形の壺って意外と生けにくいんですよね。口が狭くても下が丸くなっているのは枝などが動いてしまって止まりが悪いので滑っちゃって意外と難しかったりするので、ちょっと今日はコツを少しずつ交えて簡単に生けていきたいと思います。もし難しいなって思う方は、今日は入れてないんですけれども、中に太めのワイヤーみたいなのをぐるぐるぐるっと巻いて、ここの中に花留めとして入れてみるとか、そういう本当にあの太いワイヤーの花留めも売っていますし、あとこういう剣山なんかも中に入りそうな大きさでしたら入れてみると止まりやすいので、そういう工夫もすれば簡単に生けれると思います。今日はそのまま何もせずに生けていきますね。長い竹2本から入れます。この下の方に出っ張ってる枝とかあるんですけれども、こういうのを普通は下の方は取ったりしたいんですが、花留めになると思うので取らずにそのまま入れます。最初はちょっと斜めになってしまいますが、このまま入れます。それから松ですね。松はこういった松、枝松、この辺の枝をオアシスとかに入れるアレンジメントだったら取ったりしたいんですけれども、今日はあえてこの辺まで水が来るようにしながらそのまま入れます。水に葉っぱが浸からないところまで水を入れるようにして、これも花の芽のためにそのまま入れちゃいます。いつもだったら取りたいんですけれども今日は入れます。それから菊ですね。菊は結構葉っぱ、下の方の葉っぱはたくさん取っておいた方がいいです。菊は葉っぱが多いので間引くようにして間をちょっと取っていった方がいいと思います。あまり多すぎると本当に葉っぱから汚くなってくるので、この花はとっても長持ちするんですけれども、葉っぱが傷んできやすいのが菊なので、全部取っちゃうのもちょっと肌感冒でおかしいかもしれないんで、できるだけ間引くような感じで少なめにします。そして下の方の水が浸かるところはしっかり取っておきます。長さ今全部同じぐらいなんで、少しずつ長さを変えて、一番まっすぐなのは長く使いやすいので、こういう曲がってるのはちょっと短くしますね。まっすぐで太いものから入れていきます。長さを少しずつ変えていきます。このさっき枝を切らなかった松の間に菊を入れていくと花留めになって楽です。これとこれが長さが似てるので少し切ります。といっても今日の菊はそんなに長さを極端には変えないで、でも全く全部同じ長さだと面白みがないので少しずつ変えます。さっきの枝の間に差し込んだので動かない感じです。千両ですね。千両これすごくたくさんついてる。この端っこを外します。立派な千両ですね。長いの切るのもったいないけど、ちょっと花瓶に合わせて今日は切ります。そしてあんまり短いのももったいないので、せっかく長い線量を生かしたいので、ちょっと竹の近くに長く線量をとはいえ少し切りました。お花が上を向くような向きに入れてみます。少し向きを調整してみます。入れてからでもくるって回したりしてどの向きがいいかなって考えてみます。これでもう少し松とか入れたいんですけれども、今年は線量が豊作で松が少なかったので、今回は松はこれくらいにして、何か止まるもの、小ヒバとか入れてみてもいいですね。これでも十分止まってるんですけど、もう少しボリュームを出すとしっかりと花
瓶の中で安定します。それからちょっと色の違うユーカリの葉っぱ、シルバー系のリーフでも少し後ろとかに入れてみます。そしたら横も広がって豪華になりました。いくらたくさんあってもこの染料はこれ以上は多いかな、もうできちゃいました。こんな感じで簡単に出来上がりました。もう少しお花がある場合はここにもう少し足すこともできます。予算があったらシンビジウムとか足してもランとか豪華になりますね。一応今日はシンプルに染料と菊と松と、そして補助的に小ヒバやユーカリを入れました。ありがとうございます。年神様は松に宿ると言われています。新年は年神様をぜひお招きしたいので、門松とか家の中にも松を飾ります。それから染料も実がたわわに実ることから、お金に恵まれる一年にと言われています。縁起の良いお花を飾って良い新年を迎えたいですね。いつもありがとうございます。